こんにちは、こんばんは。まみチャンネルのお時間でございます。今日はドラゴンクエストヒーローズを進めていきたいと思います。ちなみに今回がパート15でございます。もう15ですよ。15頑張っていきましょうね。というかでシェアボタンをポチッとな。なんか前回コメントを見てて、あのそのモンスター枠を増やした方がいいっていうお達しを受けたので、ちょっとモンスター枠を増やしました。あのクエストを受けてというよりも、なんかクエスト受注してなんかいつの間にかクリアしてたみたいで、クエスト報告をしたら、あの別にモンスター枠が3枠増やすことができまして、はい。というわけでシナリオを進めていきたいと思います。なんかヤンバスが先に行っちゃったのかな。招かれざる客人たち、シーラの集落を守り抜いたマミたち、どうやらゼシカとヤンガスもまた村長の家を目指しているらしい。仲間と一緒に先へ進もう。はーい、頑張ってこうっと。さあ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 、モンスター枠も増やして、なんか防具のオーブも買ってみたんだよね。やっと合流できたでガス。村を襲ってた魔物は一通り片付けたはずよ。あとはわあ、骸骨さん、骸骨兵士、狩猟の騎士、なんだそこにいる魔物を倒して村長さんを助け出せば。なんか人肌起きそうな。あ、ほらボストロールやん、やな。そう簡単じゃないみたい。まだ面倒なのが残ってたわ。いや、単に面倒なだけじゃないぞ。屋敷へ進む道にも魔物がいる。つまり全部いっぺんに相手にしないとダメってことでしょ。望むところよ。囲まれた時はお互いに背中を預けて戦うでガス。仲間を信じて目の前の敵に集中するでガスよ。戦闘音な気がするんだけど。私の背中ゼシカとヤンガスちゃんと守ったよね。エイトなのにね。任せとけ。このクリフトにお任せを。ここに設置されていたのね。多くの矢を同時に放てる強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。バリスタとか早速放ちます。出たんですね。痛い。ボストロールを置いて、スターキメラって何、回復か。くっそ、これは上出来だな。なるほど。あれだるいな。わかりました。
マリア音が消えんのかしら。バリアは消えた。よっしゃ、バリスタでスター機能を攻撃しちゃおうぜ。このスターキメラってやつは魔物ながら賢いでゲスな。それにただのキメラに比べて随分派手な色でガス。たとえ魔物でもキラキラ綺麗なやつはつい欲しくなるでガス。はいはい、やっつけたら好きにすれば。まったく緊張感がないんだから。欲しそうな顔してるけど、そんなにお腹が空いてるのかしら。足なんか食べてもまずいでガスよ。クッキーされるのはごめんでガス。かっこいい。見せてやるぜ。見せてやるぜ。ジゴスパーク。クリフトのじゃあ。わかりました。それでは神を私に力を。神を私に力を。デインで倒しちゃった。てかバリスタ楽だわった。 ありがとうね、フェザー君。手つく。よし、完璧だな。よし、完璧だな。うわ、すごい死体が。なんとか一件落着でガス。よかったよかった。みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、本当ね。あ、お屋敷から誰か出てきたわ。ついにエル。会えるか。おお、村長殿、無事であったか。これはディルク様。大層勇敢な援軍が現れたと思い出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただきありがとうございます。王でありながら前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。左奥の人イケメンだったね。そのような大層な言い方をされるとこそばよくて仕方がないわい。しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。
今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ、うんうん、ねえ、あなたたちってエルフよね。かわいい。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は、手がかりなしでガスか。謎は謎を呼ぶぜよ。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのよね。その魔物は、え、僕のこと、僕ホミラ。ホミラ大丈夫、みんなを襲ったりなんかしないよ。ホミンしか出てこないよ。失礼。この魔物がかぶっている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？この世界を形作る大いなる力。なんかちょっとおぼろげに形が見えてきてる。光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。闇もなんかあるんだね。じゃあ光は闇を照らし、悪しき者を清める力。それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその。いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。感じられない。でもなんかよくできた偽物でしょう。どうせなんか力が封印されているとか、そういう系やろう。大切な宝物なんだ。怒った。とにかく、その光の腕輪というものがあれば、魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ、光の腕輪を見つけられれば、異変の原因が何なのかも分かるかもしれないってことかな。うん、ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？やっぱりその展開、目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。私ゼシカ速攻スタメン入りするから。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。変なせいね。実はあしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。どこに見せられるの。それはよい。形かわいい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな、うんうん、目的は一緒だから一緒に行けばいいのさ。どうじゃ、一緒に来ぬか。そうね、それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。わーい。みんな、よろしくね。かわいい。あ、ジェシカもかわいいよ。これエイトの学なのかな。エイトはやっぱり大神殿と大神殿の音楽が好きです。お仮の腕はパーン、それが鍵になるってことは分かったけど、一体どこ探せばいいのかしら。検討もつかねえでですけど、だからみんなの足の方の話だから聞かないみたいです。はいはい。これだからおっさんは感じの特に頼りにならないんだから。だからおっさんじゃねえでかす。まあまあ、光の腕は何かについて私たちもさっぱりだけど関係のありそうな情報ならあるわよ。あ、もしかして光の腕のかな。うん、ドラクエ3の湖水晶をまとったこの人たちが光の一族でございます。ああ。うん。てん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 。イエーイ。ジェシカ本当に来てくれて嬉しい。変幻自在の道使い。疾風陣雷。おお、この攻撃の名人
あ、蒼天魔山ってさ、あったよね、糸でスキルで、なんかスキルで覚えるのか、覚え忘れちゃったけど、覚えてるわ。わあ、ビデオクリップ保存しましたって。まあいいか、ちょうどいいね。15分。というわけで、今日もドラゴンクエストヒーローズを進めていきました。パート15でございました。そんな感じで次はパート16なので、よかったらまた楽しみにしていただければなと思っております。 YouTube チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。2万人目指してます。 YouTube のチャンネルごめんなさい、コメントもぜひお待ちしております。あと Twitter のまみチャンネルでやってるので、よかったらそちらをフォローしていただければよ嬉しいなと思います。ゲームのことやらなんやらいろいろつぶやいておりますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。ではでは、次はパート15に飛んでいきたいと思います。いくよ、皆さん準備はいいかな、魔法を唱える準備は。いくよ、せーの、ルーラー。